スーパーマリオメーカー。今回はセピアさんが作ったコース。こちらはですね、小島店員さんに対する挑戦状っていう形で作られたコースみたいです。猛ダッシュの練習、ウサインボート、あ、走る感じなのかな。クリア率 0.52?0.52? マジか。とにかくやってみましょう。やってみなきゃわからないことのが多いだろう。走れ。どっちの方が速い？変わんないね。軌道的に変わんないかな。ほっ！ああ！ジャンプのタイミング間違えなければいけるな。結構、あれがあるね。余韻っていうの？はい、ありがとうございました。余韻がある。オッケー。まずクリア。まず第一ステージ。おっと、カロンってどういうシステムなのかわかんないか、ちょっと怖い。ワン、ツー、スリー。コースの展望が見えないから、この後どうなるか全然わかんないけど、下が見えたね。全然間に合わなくない？これあれだね。本当にギリギリまで泳がせるね、これ。オッケー！いけ！って言っても、ここは別に力入れて走っても意味がないからな。と！いける。もうちょいだ。うわ！一番左の人あれ。クリアでもいいじゃんくらいのあれじゃん。かわいそう。はい、ありがとうございました。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。もっと、もう一ぐらい泳がしたいのか、もう一テンポ。もう一テンポ泳がしってきつくねか。ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックスどうだろう？今の微妙だったかな？空中で変な動きしちゃったけど。今、雲の手前でジャンプしちゃったから、やっぱ最初のスター、ほんとギリまで泳がさないとダメ。ふん！お願いします、これで。お願いします、お願いします。リプに使え。はいやー！あっと、いちます！あ、待った。これ使ってれば今いけたんじゃない？うわぁ！今のいける！てかもうこれ次でいけるわ、多分。空中でくるんくるん回ればいいんじゃん。ほら。これだよ。うわ！今までなぜ気づかなかった？ゴー！あ、この回転状態でもできる。ほら、全然いけたじゃん。何やってたんだ、今まで。これは何？これもむずそうだな。でもこれ絶対スターで走んなきゃいけないのは分かった。分かって。おう、ノー！ほんとにおう、ノーだわ。天井がなくなりまーす。ここで飛びまーす。くるんくるんくるん。あぶねえ、ギリギリセーフ。すぐ上。あぶねえ。どうなる？先が見えない、先が見えない、先が見えない、怖い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 。あれ？全然。あ！スター泳がせるスタイルじゃない？これ。また。ジャンプするー。そろそろなくなるー。ジャンプするー。ギリギリセーフ。逆ベルトコンベアなってるから、うわ、もう左足浮いてる。
ダメかな？無理かな？あ、やっぱ落ちちゃうんだな。これ。なんとかなんねえかな。このもう一個右とかもあるんじゃないのかなって思ってんだけど、ないのかな。時間的には泳がさないと絶対的に無理だったかな。これは一回死亡確定で、はっ、オッケー、こうだな。これ三つ目があったら、ワンチャン、どう？三つ目もダメか。よいしょ。むしろ二つ目出すのが難しくなってきた。手前でジャンプ。いやー、きついよな。多分、左のあそこからはいけないかな。はい！あー、くそー。ふっ、はい！あー、結構ギリでジャンプしてんだけどな。はい！動体視力フルに使って、ギリでジャンプしてんだけど、きつい。これ使ってもダメか。参りまーす。オッケー、いけ。ブロック出した状態で。今のもかなり減速したな。3まで来たね。でもこのブロックたちは果たして何の意味があるのか。あ、オッケー、今の結構早かった。マイクラみたいにこれやったら速くなるとかないかな。おお、いけた。本当に速くなったのかな。どうなんだろう。いけたけどこれ結構きつい。これもこれはミスりたくないな。よいしょ。なんか出てくんじゃないですか。やだよやだよ。ほら、もうもうやだ。もうなんでしょぼんなアクションになってるんすか、あそこだけ。なあ、もう。本当にほんまにもう。ちょっと出しとこうか。三つ目だけ出せれば。はい。なんとなくこれで感覚がつかめるんだよね。ふらっ！はい、ありがとうございました。これのスター飛んのが本当にむずいな。ふっ！けい！どうかな、ちょっと遅い気する。いけ！うわ、いったー！しゃー！よっしゃー！これ届くのかな？あ、でも回転使えば。オッケー！何回いる？タイミングは ?1、2、3、うっちゃん。ワン、ワン、ワン、ワン。右手。いやもう、やだ。本当に心折れる設計だね。親切設計だわ。参ります。いや、どうかな。オッケー！よーし、いけた。あとはボンミスをしないこと。ボンミスなーし。あー、ボンミスなーし。よいしょ。ボンミスなーし。ワンワンさん、ワンワンさん、おはようございます。ワンワンさん、おはようございまーす。おはようございまーす。ワンワンさん。ワンワンさん。おはようございまーす。ひひひひ。でもあれ出したところでだよな。あれどうする？出したところでどうするかな。あの黒パックンってこれでいけるのかな。
ワンワン出て、左向いてるときに、クイとブラックパックンの間に降りたい。1、2、3、4、5。1、2、3、4、5。よし!よし!オッケー!やっとクリアできたー。撮影時間は38分40秒でした。かー、親切設計でーす。心折れまーす。心折れる設計。あー、楽しかったはい、ということでね、ウサインボルト猛烈ダッシュの練習、セピアさん作のコースでございました。いやいやいや、ハードだな。クリア率 0.52。 あ、でも514人もクリアしてる人いんだよ514人も頑張ったんだなはい、コース ID が 32A8 以下略となっております。この動画の概要欄に貼り付けておきますので、遊んでみたい方、コース ID を入れてみて遊んでみてください。ということで、今回は以上です。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。